これから合体の性力学、えー。これを見ていくんですけれども、えー、まず言葉の定義をですね、確認をしておきます。で、えー、今まで扱ってきた問題は、えー、少し正式な言い方をすると、質点力学という言い方をします。文字通り、えー、質量のみを持っていて、天井の物体、大きさのない物体の力学です。いや、今までの問題を見ると、 こんなふうに大きさはあったじゃないかというかもしれませんが実はこういう平身運動しか考えていないんですねこんなふうに回転するということは考えませんでしたということは事実上これはですね失点力学になりますしかしこれからその回転の運動というのも考えなければいけないそれをですね合体の力学という言い方をしますはい で、この合体とは何かということになりますが、実はですね、どんなに硬い物体でも現実の物体は力を加えると必ず変形をします。鉄でも力を加えるとちょっと凹んだりするんですね。しかし、それを理想化して力を加えても決して変形をしない硬い物体、これを合体と言います。で、その合体の生理学というのをこれから学んでいきます。 さて、うん。まあ、合体をですね、えー、合体の力学を考えるときに大事なのは力のですね、えー、作用なんですけれども、今、ここに合体があります。で、えー、ここに回転軸を設けましょう。ね、この点周りにはこう自由に滑らかに回転できる物体だとしますね。そしてですね、今、えー、こういう2つの力を加えたとします。で今までの質点力学では、 この和がゼロベクトルなので、静止している質点はそのまま静止を続けると考えればよかった。ところが、この場合、合体の場合にはですね、静止していたとしてもですね、静止を続けないということはもう直感的にもわかりますよね、はい。多分これはですね、このような回転運動を始めてしまいます。 それはですね、これ同じ強さの力なんですけれども、実はこの点に対する回転させようとする能力が異なるからです。明らかに、えーまあ、経験的にもこちらが回転能力は大、こちらは回転能力は小、まあ、その結果回転を始めてしまうと。えー、別の例で言うとですね、はいえー、今度は、えー、力の強さは違いますけれども、この回転軸からの距離が異なりますね、2DD とします。 でえー、静止合体の場合にはですねこれは静止を続けてしまいます回転を始めないとこれもですね、えー、今度は力の強さは違いますが回転させようとする能力が同じで回転させようとする方向が逆なので回転を始めないんですねでこのように、えー、合体を考える場合には、えー、力のですね回転能力ということを、えー、考えなければいけません それを力のモーメントと言います。ですか、えー、合体もしくは質点を回転させようとする能力を力のモーメント、えー。場合によってはトルクという言い方をする人もいます。ですね。で、えー、この2つの力は力の強さは同じだけれども、えー、この力のモーメントが視点周りで異なるので回転を始めてしまいます。ですね。さあ、その違いはどこから生まれる もう薄々気がついてると思いますけれども、えー、この視点からの距離ですねこの距離にもこのモーメントは依存してしまいます、えー、距離が遠ければ遠いほど大きければ大きいほどモーメントはでかくなるんですねさあそこでモーメントの計算の仕方はいさてえー、っとですねこれからの説明の都合ちょっとある名称を覚えてもらいます、えー、この力が働く場所をですね作用する場所で作用点という方をします それから作用点を含んで力に平行なこの破線ですねこれを力の作用線という言い方をしますそして、えー、力のモーメントはですねもちろんこの F には比例します強ければそれだけ回転能力も大きいしかしそれだけではなくてこの視点と作用線との距離ですね、まあ、通称腕の長さと言いますけれどもこれにも依存しますで仮に腕の長さが D だとするとこの F のですね視点周りのモーメントは FD という計算式になります,ですかこれがモーメントの大きさになりますあと、えー、平面的な問題の場合にはこの力が回転させようとする方向が2通りありますね。えー、反時計回りと時計計回回りりと、えー、それを、えー、場合によっては符号で区別をします。多くの入試問題は、えー、反時計回りモーメントをプラスモーメントそれから時計回りモーメントはマイナスモーメントとして区別をするそういう入試問題が多いです。 これ逆でもいいんですけれども基本的にはそういう約束になってるんですねはいただえー、っと必ず符号で回転方向を区別するわけではないので、えー、今しばらくはですねモーメントの大きさは FDF にも D にも比例するということを覚えておけばいいですさああともう一つですね説明をしておきたいのは基本、えー、F のこの 視点周りのモーメントは FD と計算すればいいんですけれども場合によってはですねこの D を求めるのが辛いケースが出てきますそのようなケースは無理にですねこの D を求めて FD と計算せずに力これはベクトルですから適当な分解作業をして求めるという方法もあります例えばこの F のですね視点周りのモーメントは力をこのように分解して考えても OK でしょうこの視点とですね作用点を結ぶこの線に平行直角に力を分解します そしてこの F のモーメントは F 平行 F 直角のモーメントの合計になります。で、かつ、よーく見るとわかるように、この F 平行、これは視点に対して回そうとしてないのわかりますか、えー、別の言い方をすると力の作用線と視点との距離が0ですね。ですからこのモーメントは0になります。で、実質、えー、従って F のモーメントは F 直角のモーメントと。えー、F 直角の腕の長さはちょうどこの距離。 ラージ D になりますねですから、えー、この F のモーメントは F 直角 D というふうな計算をすることもできます、まあ、こうやって、えー、腕の長さスモール d が求めにくい場合にはですね適当な分解を施して、えー、計算を進めてくださいはいそれでは、えー、とこれからは補足説明になります 重心などを定義するときにちょっとこの補足説明があった方が分かりやすいのでできれば理解をしてください今ここにある力 F があったとしますそしてこれと全く同じベクトル F を今2つ書きましたただしこちらの F はですねこの F と作用線は共通ですこちらは作用線が異なりますと数学的にはですね皆さん知っているようにこの3つのベクトルは全く同じベクトルです,ですね区別をする必要はないと ところが物理的つまり、えー、この3つの力の合体に対する作用はこれは場合によっては区別をしなければいけません例えばですねこの力とこの力これは区別をする必要がありますなぜかというとあるるる点に対すす、えー。モーメントが異なるからです明らかにこちらのモーメントは小こちらのモーメントは大ということになりますから、えー、合体に対する作用が違いますよね 一方、これとこれはですね、いかなる点に対するモーメントも共通になりますから、この2つに関しては区別をする必要はありません。繰り返しになりますが、この2つ、これは区別をしてください。ですね。ですから、もしですね、ある力があって、それを全く同等の力に、同等の力のままに移動させたいという場合にはですね、この力の作用性に沿ってこう移動していくと。 いいうことは構わないですねしかし作用線が異なるところに移動することはできません。はい、さあそしてて力の剛性を考えてみます例えば今合体にですね F1 と F2 という2つの力が働いているとします。これを全く同等な1本の力に置き換えることができるかと。まあ、これは明らかにできますね。例えば F1 を作用線に沿ってここまでずらしてきます。 F2 もずらしてきますそして、えー、ここでですね合成作業を施すととこの青い力になりますすなわち F1 と F2 が2本働くのとこの青い力が働くのは合体にとって全く同じなんですねただ、えー、作用点がちょっとこう外側にあるのが気持ち悪いという人はまた作用線に沿ってこう平行移動してここまで移動してもいいでしょう、ねえー、F1 と F2 はこの青い力と同等ですこれを合成力という言い方をします さあ次にですね平行の力はじゃあ合成ができるのか今の方法を施そうとするとずっとこう平行移動したとしても平行ですから交わる点がないのでさっきの作業ができなさそうに見えますよねところがある工夫をするとこれは合成ができますその工夫は非常に簡単でここに新たにですねこの2つの力を加えますこの力は 大きさが等しくて向きは逆かつ作用線は共通ですで、そうするとですねこれは、えー、足してゼロベクトルゼロベクトルと同等なのでしたがって、えーまあえて書いても変わりませんよねつまり、えー、この2つを合成するということはこの4つを合成することと何ら変わりがないということです、えー、いいですか、えー、これをですね加えて そしてまずはこの2つを合成この2つを合成しますねですからこれとこれを合成することと同じなんですあとはさっきと同じ作業をしていきますずらしてで合成して作用、まあ、点がそっとですからちょっとこうね平行でして持ってくるとはい、まあ、この f 1 f にはめでたくこの青い力に置き換えることができますちなみに忘れても構いませんが詳しい計算をするとですね えー、この合成力の作用点というのは x 対 y が f2 対 f1 の内分点に来るという証明ができます興味がある人は自分で証明してください、ねまあ、絵的にちょっとこの力の強い方に作用点がよるんですね、はい、さて、えー、今度は平行で逆向きの場合ですねうん で、もし、この強さが違う場合には、これも合成ができます。えー、詳しい説明は抜きにして、先ほどとほぼ同様のですね、作業をします。で、結論はですね、こうなります。えー、この二つはですね、この青い力と同等になります。で、この作用点なんですけれども、えー、この X 対 Y ですね、それが F2 対 F1 の外分点になると証明されます。まあ、これも忘れても構いません。ね、合成ができるんだな、ということを覚えておいてください。 さあ、こうやって見ていくとですね、えー、平行なベクトルも合成ができるわけですから、す、え、べ、ー、ての力は合成して一本の力に置き換えることができそうですよね。ところが、残念ながら一つだけ例外があります。えー、それがこの実例にある偶力と呼ばれるものです。えー、っとですね、この二つの力は平行で逆向きで、えー、大きさが同じなんですね。でかつ、作用線は異なります。えー、こういう一対の力を えー、偶力といいう言い方をしますこれだけはですね、えー、合成することはできません例えば、えー、単純に数学的にこの和を取ると0ベクトルになりますから0ベクトルと同等なのかなと考えてみてくださいもし静止合体に力0ベクトルが作用つまり何も力が働かなければ静止を続けるはずですよねところがこの2つの力が働いている場合静止合体は多分 回転を始めてしまいます。ね。重心周りにこう回転をするんですけれども、えー、すなわちゼロベクトルとは同等ではないんですね。うんえー、別の説明をするとですね、えー、ちょっと近い例がこの例になります。先ほど F1、F2、これ平行で逆向きの力でしたけど、えー、この青い力に <laughs> 合成ができると言いましたね。うん。で、えー、X 対 Y が F2 対 F1 の外分点と説明をしました。ところが、 えー、それをこれ適用してみると、えー、力の強さが同じなのでこの合力の作用点は、えー、F 対 F つまり1対1の外分点になるということになりますしかし1対1の外分点存在しません、まあ、こう考えてみても合成ができないということがわかります、はい、唯一、えー、この偶力と呼ばれるものだけが合成ができないんですね、えー、余裕があったら覚えておく さて、えー、合体にとって大事な重心という,う場所の定義を説明します。重力中心というのを重心と言いますけれども、えー、それはですね、重力の合力の作用点で、合体の姿勢に関わらず、重力のモーメントが釣り合う位置となります、えー。少し文章が長いので、ここだけ覚えておいてください。重力の合力の作用点、それが重心なんですね。 で合体の姿勢を変えたとしても重力のモーメントは釣り合う場所になります、えー、絵で確認ししましょう例えばですね今これ合体なんですけれども合体は質量がですね空間的にこう分布をしている大きさがある物体ですよねで、えー、細かく分割をすると、えー、実は合体というのは質点の集合体とみなすことができますでそれぞれの小さな小さな質点に小さなこう重力が働いています ですかところで、えー、先ほどの説明で平行で同じ向きの力はこれは例外なく合成ができますよね。でこの重力もですね、えー、よく見ると平行で同じ向きになっていますから必ずこれは1本の力に置き換えることができてその作用点が実は重心なんです、ね。ですから実質この合体にはこの1本の重力が働いていると考えることができます。でもし この重心と違ううちに釘を打って視点を用意したとしますそうすると、まあ、このケースは明らかにモーメントが釣り合わないので回転をしてしまいますですね、はい、一方もしですねこの重心の位置にちょうど釘を打って視点を用意したとするとこの重力のモーメントは釣り合うのでこのまま静止を続けることができますそれは姿勢にかかわらず回転をしないんですね、まあ、そういう場所が重心になります はいそれではですね、重心を計算する公式を作り出します。えー、まず、えー、手始めにですね、この2失点の重心を計算する式を作りましょう。えー、適当な座標を設定したとします。で、それぞれの失点の位置を x1、x2 としますね。と、全体の重心 xg はどこになるか。えー、重心はですね、先ほど言ったように重力で定義されますから、まずは重力を書き出します。m1g、m2g ですね。そして、 えー、この重力の重心に対するモーメントは釣り合うはずなのでこのような式になるでしょうまず M1G の重心周りのモーメントは FD、ねえー、この x g ス x 1が腕の長さになります、はいまあ、同様に、えー、M2G のモーメントの大きさはこのようになりますそして、えー、この重心周りのモーメントは釣り合っているはずなのでこれはイコールなんですね これを X 字を未知数とみなして式変形をすると、これが重心の X 座標を計算する式になります。ですね。はい。で、一回姿勢を変えます。ですかで、同様のですね、処理を施すと、今度は重心の Y 座標を計算する式も出来上がります。ね、ほぼ同様の式ですね。はい。まとめますと、うん。 えー、重心を計算する式は、このような公式になるんですね。ただ、えー、別々に覚える必要はないと思います、えー。できればですね、これをまとめた式、えー、こちらで覚えてください。ですかそれぞれの質点の1ベクトルを r1、r2 としたときに、重心の1ベクトルはこの式で計算される。えー、例えば、y 座標を計算したいだけであれば、ここを y、y、y に置き換えれば、計算ができます。いいですね。あと、 まあ、数学で習っている公式と比較すると明らかにこれ内分点公式ですですから、えー、直感的にはですねこの2失点の重心の位置は、えー、この質量の逆比の内分点になります M1M2 の、えー、重心はですね質量の逆比 M2 対 M1 の内分点になりますうんそうですね例えば 2mm だったら、えー、1対2の内分点ですね まあそういうところに重心が来ます。はい、でもし質点が3個4個になれば、えー、この式を拡張するだけですから、まあ、これだけ覚えておけばまずまず問題ないでしょう。はいそれでは、えー、先ほどの公式を実際ですね、えー、適用してみることにします。えー、入試問題ではあまり重心を求めなさいという問題は見受けられないのでこれはスクリーン上で軽く、えー、見てみることにしましょう。例えばですねこんな入試問題がありました。 もともとはですね 3L2L のですね長方形の板があってそこから LL のですね、正方形をくり抜いた L 字型の板を作りますそしてこの L 字型の重心ちょっとこう偏った位置になりますねこの重心の位置を与える AB の距離を求めてくださいという問題ですさて皆さんはどうやって計算しますか、まあ、やり方は様々ですけれども例えばですねこれは、 適当なこう分割をします、えー。重心が簡単に分かる程度に、えー、2分割3分割してくださいですね、えー、なるだけ分割は少ない方がいいですで仮にですね例えばこのような分割をしたとしますねそして、えー、適当な座標を設定してください、えー、先ほどの AB を得やすい座標ということになるとこの座標が最適になります水平 X 円直 Y ですねそそしてれれぞれのの、えー、重心の位置は、 直感的にわかります。ですか例えばこちらの板の重心は LL というところになりますねでこちらの板の重心は 5L、1L とというところにあります、まあ、それぞれ R1R2 ベクトルとこう書きましたあと大事な質量なんですけれども厚みが一応であればですね面積比になりますから4対1なのでしばらく 4mm と書かせてください。 この M という文字はラージ m でも M0 でも何でも構いません。はい。さあ、そして、えっ、ー、と、実はですね、この重心、ここにありますよね。ということは、この板の質量を分布していますけれども、この質量 4M はここに集中していると思っても構いません。同じくこちらの質量もここに集中していると思って構いません。ですから、この2失点の重心が実は L 字型の全体の重心になるんです。はい。で、あとは重心公式を適用。 先ほどのの重心公式を適用するとこのような計算式になりますで、計算上 M はなくなってそして R1R に先ほどの座標を代入します。あとは数学と同じようにこう計算を進めるとこれが重心の x 座標 y 座標になりますね、はい。で、実際の問題は ab を求める問題なのでちょうど a が10分の 13L それから b が10分の 9L ということになります。 このようにして先ほどの重心公式からですね重心を割り出すことができます。 えー、合体の問題で最もよく入試に出てくる、えー、合体の釣り合い問題の解き方を整理をしますえー、君たちが目にするですね入試問題99%合体は静止を続けてるはずです、えー、静止をしているならば当然まずは力は釣り合ってるはずですね、まあ、したがって、えー、今までと同じように加速度ゼロの運動方程式、えー、力の釣り合いの式をかけるだけ書き出してくださいですか しかし、えー、この運動方程式だけでは未知数分だけ式は揃いません。そこでですね、えーまあ、合体が静止を続けてるということになると、えー、回転運動を始めないということになりますから、えー、合体のいかなる点に対するモーメントも釣り合ってるはずなんですね。そこでですね、えー、合体の中の2位の1点を選び出して、えー、モーメントの釣り合いの式を1つだけ書き出してください。ですか で、この一点の選び方は自由なんですけれども、えー、選び方によっては計算が楽になったり、えー、重くなったりします。えー、経験を積んで、えー、楽な、えー、この一点を選べるように訓練をしてもらいます。まあ、ここに目安が書いてありますけれども、あくまで目安なので、えー、これはもう訓練をするしかありません。ちょっと実例で見てみましょう。 例えばですね、典型的な入試問題はこんな感じになります。今、合体棒が荒い壁にですね、押し付けられて静止をし続けているパターンですね。この線は糸になります。そして、まずは力をかき出します。重心に重力。それから壁からの垂直抗力。あと、イメージ的にこれ、つるんとこう下に滑ろうとしてますから、上向きの静止摩擦ですね。そして、最後に糸の張力と。 まあどの道この張力分解したりしますから、えー、分解図を書いておきましたそして多分、えー、クエスチョンは張力を求めよう N を求めよう、えー、F を求めなさいという問題になると思いますつまりこのケース3つ数は3つなんですねでまずそのうち2つはですね運動方程式、えー、力のつり合いの式で得られます例えば、えー、水平延直でつり合いの式を書いた人はこのような式になります しかし未知数が TNF3 つですから式が不足してしまいますねそこでモーメントの釣り合いの式を立てますさて例えば、えー、この A 点というのをですね回転軸支点に見なした人はまあ合体静止しているこう A 点周りにこう回転を始めませんねなので、えー、この力の、えー、モーメントは A 点周りで釣り合っているはずです具体的に N のモーメントは0ですね F のモーメントも0になります。それから重力のモーメントは力×腕の長さが2分の L ですから Mg×2 分の L と。それからこの張力のモーメント。これは分解して考えた方がいいかな。ね、この tcosθ のモーメントは力の作用線と A 点との距離が0ですから0ですね。回そうとしていない。で tsθ、si、のモーメントは T3 シータけ×腕の長さ L とねそして、えー、釣り合ってるわけですからこれがイコールという式になりますこれは成立をしています一方、えー、別の生徒はですねこの B 点を選ぶかもしれませんと B 点を選ぶとですね張力のモーメントはもう分解しなくても0ですねそれから重力のモーメントが Mg×2 分の L と L のモーメントは0になります F のモーメントが FL になりますね まあしたがって釣り合いの式はこうなると、ね、これも成立をしていますあえて合体の外に視点をとっても構いません例えば C 点と C 点周りのモーメントの釣り合いの式を書くとこんな式になるんですねこれは、えー、いずれも成立をしているのでどの式を使って解くかは君たちが判断する、えー、どれでも計算はできるはずなんです例えばですねまあ調を一番最初にこのモーメントの釣り合いで解きたいという人は A がいいし F を一番最初に解きたいという人は B がいいし N を一番先に解きたいというんだったら C がいいでしょうねあるいは多くの先生こう言ったりします、えー、力が集中している場所を選ぶといいんじゃないっていう先生もいますそれは、えーそのえー、例えば N と F ここ A 点に集中してますからこのモーメントはゼロなので、えー、計算がしやすくなるケースが多いということです、ね、しかし、えー、まあ絶対にそうしなきゃいけないというわけではないので これはもう訓練を通して最適な場所を選べるようにしてください。僕だったら B 点を選びますね。計算が明らかに楽なんですね。はい、さあそして B 点を選んだ人はですねこの運動方程式とモーメントのつれ合いの式で多分残りの計算はこの式からまず F を出しその結果をこの式に代入して聴力 T を出しその結果を、えー、こちらの最初の式に入れて N を出すと。 まあそんな手順になるでしょうね。はい以上です次に、えー、ちょっとしたテクニックを紹介しましょう。結構センター試験でこれを使うことができるケースが多いです。はいそれはですね三、えー、力が働いての釣り合いに関する定理になりますけれども。 例えばこれ実例としてですねここに床があってそしてこの棒がですね床から離れずただしこう回転できるように長腿がいで固定されていますそして糸で引っ張って少し斜めの状態でこの棒が静止をしているというケースを考えましょう皆さんこの長腿って知ってますか、ね、こういうあのドアのこう付け根についている金具ですねこの金具によって離れることはできないけど、まあ、180度程度こう回転できるようになってますよね それが今、この棒にもついていると思ってください。そして力は重心に重力、糸の張力の他に、この棒は蝶つがい、あるいは床から力を受けますよね。その力の方向を作図しなさいという問題があったとします。で、その時、これ三力で釣り合って静止なので、この定理が使えます。三力の釣り合いの定理は、平行でない三力が釣り合っているとき、 その作用線は必ず1点で交わるという定理です。ですかそれをこれに適用してみるとまず重力と張力 t の作用線を描き出します。と交点ここにできますね。したがって残る一つの力の作用線はこの赤い点を通らなければいけないということです。かつ作用点はこの超都、えー、外のところですから作用線がこの波線になるんですね。まあ、したがって力の方向はこうなります。 このようにして、三力の釣り合い定理で方向ですね、およそ検討をつけることができます。まあ、念のために、なぜ一点で交わらなければいけないかと。例えば、この三力が釣り合って静止をしているにもかかわらず、一点で作用線が交わっていないとしますよね。はい。この時、釣り合っていれば、この三つのベクトルのま,まはゼロベクトルですから、 少ななくとともここの2つののつベベククトトルルはれ逆になります,ですか。そこでこれを合成してみるんですけれどもこう延長した交点がここになりますからこの2力のですね合成力はこのような作図になります、ね。これと同じ大きさで向きは逆なんですけれども明らかに作用線が違うんですね。すなわちこの合体にはですねこの3つが働いている。 それは言い方を変えると、実質この2つが働いているこことになります。これは紛れもなく偶力なんですね。ということはこの合体が静止を続けるはずはない回転を始めてしまいます。ということは静止をしていることに矛盾しますね。ですから、えー、必ず作用線は一点で交わるはずなんです。ですね。はいえー、ちなみにこれは平行な三力には適用されませんから平行でない三力に使ってください。 じゃあ、一つ、実例を見ておきましょう、えー。これはセンター試験の過去問になります。今、えー、この棒がですね、杭と糸でこの水平な状態を保って静止をしているんだそうです。そして、この杭から棒が受ける力の方向を番号1から8で選択をしなさいと。まあ、絵的にですね、なんとなくここは尖ってるので、1、えー、番、 と、えーまあ、錯覚をした人が多かったみたみいですねしかしこれは三力の釣り合い定理を使うと、えー、こうなります。まず、えー、それぞれ、えー、重力とかね張力の、えー、作図をしてその作用線を描き出します。そうすると後点ここになりますねなので、えー、残る一つの力の作用線はこの点を通らなければいけませんから8番ということになります。ね、ですね。 えー、合体のテーマ問題で最後に学習をしなければいけないのは合体の点灯です。ですかで、復習としてですね、えー、確か平行で同じ向きの力は合成ができることを説明しましたね、えー。この2本の赤い力はこの1本の青い力と同等であるということです、ね。例外なく平行で同じ向きの力は合成ができます。さあ、これを頭にちょっとインプットして、 今ここに床に乗っかった物体がありますと今までよく垂直抗力をこう1本で作図してきましたよねでもそれは、えー、少しリアルに考えると実際この辺触れてますよねでこの辺も触れててこの辺も触れてますからそれぞれの場所でまあこんなふうに上向きの力が小さくこう働いてると考えられます実はこの力同じ向きですから合成ができるんですねその1本をいつもこう作図をしていました で、えー、まあちょっとね、えー、形の崩れを無視すると、基本的に何事もなければ、その作用点は、まあおよそど真ん中に来るでしょうね。うん。ところで、ここで、えー、左方向からある力を加えてみます。で、そうすると、どうですかこちらがちょっと浮き気,気味になりませんかね。力は少し弱くなるでしょうね。一方、こちら少し、えー、強く押し合うようになるでしょうね。垂直抗力はでかくなります。 ね、でそうするとこれらの合力の作用点は少し右側によるんですこんなふうにでさらにこの力を強めたとしますと同様の理由でさらにこの作用点は右に寄りますねでどん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 こ,う、ね、この外力の方を強めていくとやがて、えー、この作用点がこの端っこに来ますこの時どういう状況になっているかというとこの合力の作用点がこの端に来たということは すなわち、もう実質ここは触れていないということになります。えー、この辺触れてて、この辺に力があれば、作用点はこの端っこに来ないからです。ね、なので、この後さらに強くすると何が起こるかというと、ここを視点に点灯を始めてしまいます。ピュッとこう行っちゃうんですね。すなわち、この端っこに来た時が点灯開始状態になります。これを記憶してください。 さあ、ここからはパスしてもいい話をしましょう。えー、実はですね、力のモーメントはより厳密には外籍を使って定義されるという話を一応しておきます。ただし、実際、えー、まあ大学入試問題解く上では、ここまでは知識として必要ありません。えー、外籍を使って計算をすると逆に計算が重くなりますから、あくまで参考になります。ただ逆にですね、正確に理解したい諸君。 あるいは、照明を正確に遂行したい職は、この知識があった方がいいと思います。ですかさて、今ここに合体があります。で、今回ここちょっと視点に考えますね。ねで、この力、R というところに採用していると思ってください。で、この力のですね、この視点に対するモーメントは、 r かける f という外積で定義されます。r かける f つまり、この矢印がですね、力のモーメント。つまり、ひねりの強さとひねりの方向を与えてるんです。この力が、この回転させようとする、ひねりの方向を与えてるっていうの分かりますかちょっとイメージしにくいですよね、最初はね。うん。まず、 えー、このベクトルの長さがひねりの強さを表しているというのは、まあ、すぐに理解してもらえると思います。短いベクトルだったらあまり大きくひねろうとしていないと。長い矢印だったら強くひねろうとしている、ね。この長さがモーメントの大きさを表しているのはいいですね。ところで、さらにですね、この力がモーメントの方向を表しているんです。で、どのように考えるかというと、えー この矢印の方向にですね、右ネジを進めたときに、右ネジが回転する方向がありますよね。このふうにね。すなわち、この矢印を見たときに、えー、この力をですね、こういう方向にひねろうとしてるんだなと思ってほしいんです、ね。この矢印が実はひねりの方向を与えてるんですね。すなわち、このベクトルが、モーメントの大きさと方向を両方合わせ持っているということです。で、 まあちょっと慣れないと分かりづらいと思うんですけれども、まあ、じっくりじっくり考えてみてください。ね、焦らずじっくり考えてください。さあえー、一応これが理解できたとして、えー、今度はですね、えー、今ここを視点にこの2力 F1、F2 を加えたとしますねで。それぞれのモーメントは今の説明で厳密にはこの外積で定義されます。F1 のモーメントですね。それから F2 のモーメントですね。 そして、この静止合体がどうなるかというのは、実はこの和で決まるんです。このベクトルを取るんですね。もし、N1 と N2 の和が0ベクトルだったら、そしたらもうひねろうとしていないので、静止合体は静止を続けてしまうことになります。一方、仮にですね、この N1 と N2 の和が、ちょっとね、こんな矢印になったとしましょう。あ、そしたらこれはひねろうとしてるんだな、と。 ね、そして回転を始める方向は、えー、右ネジの法則で上から見て反時計回りと判断をします、ねえー、逆にですね、えー、このベクトルの輪がちょっとひたむきになったとしますただこれも静止合体だとしても、えー、回転を始めてしまう、えー、回転する方向はやはり右ネジの法則で上から見て時計回りになります、ね、このように、えー、この輪がですね、えー、回転を始めるかどうか ね、我々に教えてくれるということになります。